プロデュースバイお江戸二組。こんにちは、お江戸二組さわさわです。今回は珍しくダイソーで購入して我が家で便利に使ってるグッズの数々を紹介したいと思います。では今から紹介していきますね。全部ダイソーの商品です。ダイソーの回し物ではありません。じゃあまずこれなんですけど、ピュピューってこう、なんていうんだ、醤油とか、私はサラダ油も入れたりしてんですけど、上がペコ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 押せて、ちょっとピュって出るのが便利な醤油入れ、液体入れみたいなやつ。で次が、説明下手か、卵が最近黄身を別にすることができないので、これプラスチックの何色だ、近いプラスチックのなんか赤いやつ、青もあったっけ、ないあれなんか赤となんかあった、まあいいや。でまあこれのあれはやりにくいのは、ちょっと器がついてないので適当な器に入れて、そこに卵をベジョーンと入れます。そして持ち上げると黄身だけになる。これよいしょ、取れたかな、黄身だけになりました。はい、こんな感じで黄身をセパレートできる便利グッズです。お菓子作りに便利ですね。黒いまな板、私はいつもニトリの白と黒のまな板を使ってるんですけど、そこをまた洗うのめんどくさい時に上にこれ乗っけて使います。にゃんこの形だったかな、のこのまな板に、アンド例えば、もう一個便利グッズ、どんどんいっちゃいますよ。これはね、粉を入れてフリフリできる入れ物、コップぐらいの大きさかな。今小麦粉を入れてあって、中に中蓋で網してます。で外にそのこぼれないように蓋まである便利グッズで、何に使うかというと、まあ、お菓子の粉ふるいにも便利なんじゃないかなと思うんですけど、例えばお肉に粉をふりたい時って、私は今までなんとなくスプーンですくった小麦粉をフリフリして、なんかすごいこう振りすぎたり触れてなかったりしたんですけど、これだったらニョニョニョンってこう触れてる、こういう感じでいい感じに粉が触れて、で衛生的にまた蓋を閉めて保存できるので、めちゃめちゃ便利です。半透明の入れ物です。はい、はい、次はこの触るとボコボコシールです。まあやってる人も多いと思うんですけど、このちっこいボコボコシール結構便利です。あのうちの場合はお風呂ピッてするこう沸かし直しのとことかわからないので、そこに貼ってあったり、あとリモコンの真ん中の、まあ、フジテレビのところに貼ってあったりとか、ちっこいやつで、あと電話の、電源入れたり切ったりするとこに貼ってあったりとか、なんか実物見せようとしたら汚いから却下と言われました。ひどいね。でこれは、ボトルです。空のボトル100均で売ってると思うんですけど、洗剤と柔軟剤って蓋に入れたりするのはドベベベンってなるので、これは洗剤で、ランプッシュでみたいな感じで毎回覚えておいて、でこれは柔軟剤もランプッシュで、その過程によって違うと思うんですけど、まあ、そこはうちはもちろん適当っていう感じで、とっても便利です。この番組はお江戸二組がお送りいたしました。